まさか昨日入店した子が盗むと思ってなかったんで、荷物全部盗んで投稿してる状態なのやばいっす。絶対常習犯だと思うんだよね。そのホストがさ何時にさ出勤してとかって分かってるから、動き的に彼を許すわけにいかないから、俺はもう責任持って捕まえるから。いやちょっと今寮に昨日入店した男の子がいて、その子が昨日から入寮してるんですよ。寮に住んでるんですけど、これで今日今朝なんかその男の子がこのグループラインが全部抜けてて、なんかおかしいなと思って連絡も繋がらないし、で寮の方に行ってみたら全部物が盗まれてて、従業員のでブランド品とかもなんか盗まれてるみたいで、それで今ちょっと現地にルイ君って男の子がいて、早急に今から寮に向かおうと思います。入店初日のキャストが寮で窃盗をしたというのだ。まさかね、昨日入店した子が盗むと思ってなかったんで。そんなことあるんですね。いや初めてですね、今まで。そのラテ、リリオン、ミストを含めて今まで初めてですね。別の寮になります。そこまでお願いします。はい、できれば急いでもらえたら助かります。これですね。あるくん。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様。もう警察官帰ったの？あ、そうですね。あ、本当？被害者は入店したばかりの新人ホスト、ルイ。事件発覚直後に軍神はルイに警察を呼んで現場を確認してもらうように指示していた。どんな状況なの？その警察と話した感じ。なんか盗まれたものなの？そうですね、盗まれたものが、ブランド品の服とか盗まれました、ね。なるほどね、はい。こんなの入ってるやつ結構荒らされてるね。そうですね。なるほどね。で警察は今来て全部見て、事情聴取して、これから警察署に行く。あ、そうですね、被害届け出しに。あ、被害届けない、はい、OK、了解了解。まあ、びっくりするよね、ね、昨日の入店でほぼ同期だもんね、一緒に入ったもんね、犯人はルイの1日前に入店したキャスト。入店して間もないルイに目をつけ犯行に及んだのだろうか。なんか怪しい動きとかあったの昨日？そんなことなかった。全くなくて逆にびっくりですね、本当に。あ、そうなんだ、はい。じゃあとりあえず警察署の今電話して、はい、今から行きますっていうのだけちょっと電話してほしいから。はい、ちょっと電話。はい、あ、今から、新宿警察署に、被害届出しに行っても大丈夫でしょうか？あ、わかりました。じゃあまた連絡お待ちしております。あ、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。うん、OK、じゃあ今から、はい、警察署行って、はい、で被害届出して、はい、に行こうか。はい、OK、じゃあ行こう。はい、で、ちょっと入店処理とかだけ、はい、君の、はい、確認するから電話するわ。はい、あ、もしもし。あ、たくちゃん、昨日さ、入店してさ、君、それのさ、入店処理をさ、ちょっと見といてほしいんだよね。多分、地下ミーティングルームの、中にあると思うから、下のところ。それをちょっと確認してほしくて、早急に。中見たら、で、あったらすぐ連絡して。いい？ OK？ はい。はい、じゃあね、いいことは。今、一応、すぐお店出まして、で、まあ、入店処理確認をしてもらってるんで、住所だったり、パスポートだったりとか。それ見て、まあ、実家とか分かればちょうど全部連絡してって感じですね。的確な指示を出しながらルイを警察署まで送り届ける軍神。じゃあ俺外で待ってるからすぐ被害届出してまた連絡しようだい。はい、その後加害者の情報を得るべくすぐさまリリオンへと戻る。さっき電話したさ、君の入店処理わかり？あ、アクサランもちょっと下に人事の本で、あと、リョウガも一緒に来てもらった方がいいよ。じゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。で、ちょっとグループラインでは軽くパッと流したけど、詳細多分分かってないと思うから、まあ、話するけど、昨日入店した君が寮に入ったのね。他の従業員が全部出た後にその寮で荷物全部盗んで投稿してる状態なんだよ。やばいっすね。そう、いやマジで。でちょっとその契約書類とか全部見ようかなと思って、で今用意してもらってこれから見ようかと思うんだけど、で今とりあえずこの内容確認して、で寮側はその、まあ、緊急連絡先、はい、わかんないけど、はい、っていう
なのか分かんないけど、どっちかだと思うのね、はい、ちょっと電話してみて。ああ、ありがとうございます。もらっていい？ちょっとかけますね。電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話し。直列っすね。うん、直列だね。それじゃあ、あの本人に電話してみれば。ただいま電話に出ることができません。どっちもか。どっちもだね。こうやって連絡つかないから、一回ちょっと俺行ってみる方がいいと思うから、まあ行ってみて。会いますかっていう形でちょっと言うから。後日、軍神が確認をしたが、書類に記載された人物はいなかった。すべては真っ赤な嘘だったのだ。ね、でも今後気をつけなきゃいけなくて、まあ、パスポートってさ、連絡先取ってないよね、確かね。持ってないです、ね、そうですね。今後あれだね、あの入店するにはだって3ヶ月以内の住民票とあとは免許証だったりとかをセットでも取らなきゃダメだね。でないと入場できないですしかないよね。うん、まあそうっすね。うん、ちょっとそうしましょう。で、あのサランは早急にその、はい、お店の監視カメラとあと寮の監視カメラ確認してほしい。 OK です。で、その〇が映ってる子全部一回俺に送って。了解です。動画で、うん、俺でも確認したいから、はい、うん、もしかしたらロッカーのやつ当たってるかもしれないし、はい、お店のもの盗んでるかもしれないから。じゃあ僕はあのルイ君ですよね。あ、そう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 。あのほら、周りいるように、うん、ちょっと声かけてみます。そうだね、はい、うん、で、俺はあのもう全部のやつもそうだけど、まあ、エルコレ全店舗に、まあ、そのこういうことがあったっていうことの情報全部流すから、はい、そうで、写真も全部流して。絶対常習犯だと思うんだよね、はい、初めてじゃないと思うから。だってそのホストがさ何時にさ出勤してとかって分かってるから、はい、動き的に。そうだから、あの他のところも退入行くと思うから、はい、まあ、エルコレだけじゃなくて他のところも全部こっちからね、あの他のグループに対してもこういうことがあったんで気をつけてくださいみたいなのも全部送った方が絶対いいから、はい、うん、それは全部俺やるから、うん、まあ協力してね、早急に。で、捕まえるのが一番いいからね。はい、うん、まあ、その大事なのはやっぱり今、ね、既存のキャストだから不安に思っちゃいけないから、まあ、それだけフォロー頼むね。はい、はい、わかりました。うん、あ、いいよ。そうだね、うん、お疲れ。あ、お疲れ。お疲れ。お疲れ。大丈夫だった？そうですね、証書取ってもらって確認して、うん、まあ、今日は来たみたいな感じで。あ、うん、どんぐらいいたの？2時間ぐらい結構なのか。はい、そうね。あ、お帰り、失礼します。まあ今回、まあ、一応みんなで話してて、で、まあ、犯人はね必ず俺らが、まあ、捕まえるし、ね、あの、まあ、もう徹底的にね、あのもうぜ、あのエルコレ全店にも全部な情報流すから、うん、で捕まり次第ね、あのすぐ連絡するし、はい、うん、見つけ次第ね。で、もし、どっか退入とか言ってたら、はい、その時点ですぐ抑えちゃうから、はい、うん、まあ、必ず俺らがどうにかするから、まあ、責任持ってフォローするからさ、うん、そこ安心してもらえたらなって、はい、うん、こういうネガティブなことがあってもそれをねポジティブに変えればいいから、うん、いい方向に必ず行くからね。まあ、今後必ずね問題って発生するから、その問題発生した時にどうねポジティブに変えていくかだからさ、うん、そうそう。まあ、でもかといってね、彼を許すわけにいかないから俺らは、うん、責任持って捕まえるから、うん、まあちょっと、ね、入店したばっかりでいけない子だったけどさ、うん、明日からね、またね、仕事頑張ろうね。はい、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今回の事件大変でしたね。そうですね、もう、まだ入店して 2日目でこういうことはなかなかないと思うんで、まあ、困りましたね、まあ。それでもまあ、先輩だったり上司の方がめちゃめちゃ動いてくれるんで、それは僕の支えでもありますね、今は。